で成長虹色動画、今日は紫色でさ、みんなで介護予防無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、座ってできる楽しい歌体操、4つの動きで肩こり解消、海歌体操。はい、やっていきましょう。室内で海水浴、はい、行きましょう。ということで、もう日本人の心に染み付いている、もう魂に刻み込まれている夏の歌、海をテーマにした歌といえば海です。海は広いな、なんでこんな裏声になったんかわからへんけどね、なんかもうそんだけもうすごい曲だなと思っておりますよ、僕は。海という曲に関してはもう大体日本人の人、これもうみんな知ってますからね。1番から3番までありますが、これ大体みんな、ちょっと1番と2番とその歌詞の順序がね逆になったりすることはあっても、この1番から3番まで大体の人がみんな歌詞知ってるから、みんなで一体感生まれる、みんなでね一緒に盛り上がりながら体操することができますから最高でございます。本日はこのもうすごい歌、海に肩こり解消、肩こり予防体操をドッキングして、そこに足踏みもドッキングして肩こりを解消させながら有酸素運動、何かをしながら何かをする、足踏みをしながら歌を歌う、これによって脳も活性化で、脳も活性化して肩こりを解消できる海歌体操をご紹介したいと思います。しかも4つの動きでできますからね、とっても簡単です。はい、それではまずは海大合唱いきましょう。もう歌詞の確認なしでいいですね。いや、それ前回とか去年の作った海歌体操と前回アップした3つの動きで超簡単海歌体操ね、介護予防体操概要欄に貼ってますので、そちらの方も参考にしてみてください。さあ、それではまずは歌っちゃいましょう。手拍子、足踏み、笑顔で海大合唱。皆様の歌声を聞かせてください。3、はい。海は広いな、大きな、月が昇るし日が沈む、足踏みして歌うだけでもうハッピー、元気、血流がぐるんぐるん回っております。さあ、それではさらに肩周りのね筋肉をほぐして、もうこの辺のガチガチになったコリをほぐして、ここに溜まった老廃物をもうデトックス、デトックス、もう排除していきましょう。さあ、どんな体操を組み合わせるかと言いますと、4つの動きなんで、1番から3番まで、前半1番の歌を歌うときには2つの体操で、だからね、1番から3番まで後半は全部同じ動き、後半は全部同じ動きで、前半が、1,2,3 パターン変えるので4種類ということですが、まずその後半の全部一緒の動き、これどんな体操かと言いますと、もう肩こり予防の本とか動画には絶対出てくる、肩甲骨体操でございます。まずこれを手をね上にビュンって伸ばして、でこの手のひら、今内側向いてますけど、この手のひらを外側にぐるっと向けて、このまま下に下ろしてくる、ゴリ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 、あー気持ちいい、この運動、これすごい肩こり予防に効くんですよ。もうね、とにかく肩こりは大胸筋のね前側の筋肉、この
前腕の筋肉とか指先の筋肉とか、大胸筋とかこの前側の筋肉を使いすぎなんですよね。真面目で頑張る人はこう頑張る、勉強、料理、なんかパソコン、農作業、全部こう頑張る。そうするとこの前側の筋肉が緊張する。前側の筋肉が緊張すると後ろ側の僧帽筋とか、背筋とかが引っ張られて、猫背になる。で猫背巻き型ストレートネックになる。ほなどんどんまたこの首回り肩回りの筋肉が張ってくる。張ってくるとここの血流が悪くなって老廃物疲労物質が溜まって肩こりにつながっていくっていうようなサイクルが、こう負のサイクルになっていきますので、だからやっぱ姿勢をね、全体的に前後の筋肉をストレッチして姿勢をまっすぐ保つ習慣。頭が重たいのでね、この重みでねつい後ろの筋肉引っ張られますから、こうなるとね、ね、それをねこう肩甲骨動かしてね、前後の筋肉バランスよくストレッチして、普段の姿勢がスッとなるようにね。で実際にこの動きこうやって狂ってまして、こう下ろしてくるとものすごく気持ちいいですから、でもちょっと痛い方はちょっと無理せずね、もう斜め上でいいですから、斜め上でこうやったり、痛気持ちいいところ、痛たたたたたってなるところはもうやらないでくださいね。もうなんか、痛い、気持ちいいぐらいのところで、はい、ね、そんなわけで1、2、3番の後半は全部上げてくるっと手のひら外に回して下ろす、この肩甲骨体操、これだけ、全部これ、これに足目をつけて、月が昇るし日が沈むっていう感じね。はい、さあそれではその前半に付け加えていく体操を3つご紹介したいと思います。すべて肩こりに、肩こり予防に効果的な体操ばっかりでございます。しかも海という歌のテーマに沿った内容の体操で、揃えてみました。まずは海、海水浴なんで平泳ぎ体操、もう平泳ぎをくるーって回すだけ、平泳ぎね、このこうブワーッと回すとか、この下にほんまの競泳みたいにグーンと下に回してこうとか、これはもうそれぞれの皆さん あのやりたいようにやっていただいたらいいと思いますが、もう平泳ぎの意味、平泳ぎ体操、海は広いな大きなっていう感じで、室内にいながら海水浴に行ってる気分になりながら肩こりを解消していきます。で1番がこの平泳ぎ体操、2番がねじねじ体操ね、巻き型猫背、これね結構普段だいたい集中するときね、頑張るとき手のひら、手の甲が上向くんですね。こういう勉強もパソコンもすると自然に巻き型になってこう猫背になりますから、この巻き型を逆にこう回してあげる、こうねじねじ体操ね、こうくるっと内側にねじって、今度反対広げて胸を広げて閉じて広げて、これ2番の歌詞に、海は大波青い波っていう感じ、はい、これでもうこの上半身のここだけで、このだけで波を表現できればもう最高、全身にフレッシュでございます。はい、ということで2番はねじねじ体操をくっつけます。そして3番はもう1回海水浴に戻って、最後はクロール、クロール、もっと肩甲骨をふうザブンザブンザブン、これも自由ね、息継ぎもしてもいいですよね、もうバタフライできる人はバタフライでもいいですけど、ちょっと危ないかな、まあまあできる人はやっていいですよ。まあそんなことで、1番は平泳ぎ体操、2番はねじねじ体操、3番はクロール体操で合わせて、後半は全部肩甲骨体操ね、これぐるんぐるんぐるん、これでドッキングしていきます。さあそれでは本番いきましょう。4つの動きで肩こり解消、海歌体操、足踏み継続でお願いします。3、はい、海は広いな大きな、月が昇るし日が沈む、海は大波青い波、揺れてどこまで続く
くやら海にお船を浮かばせて行ってみたいなよその国。おお、すっきり。はい。ね、海水浴、海はもう何この、砂浜が暑い暑いし、もう熱中症になるから、もう熱中症アラートが鳴り響いてるから、私たちはクーラーの効いたスーパーへ行きたい。クーラーの効いた図書館に行きたい。クーラーの効いた映画館で最新のヒット映画を見たいと、何でもいいですね。はい、皆さんそれぞれの夏の過ごし方で快適にアクティブにね、海に行く人は海へ行って、室内でね楽しむ人は室内で楽しみながら、今日は室内で快適なクーラーのもと海水浴気分を味わいながら肩こり解消する海歌体操でございました。はい、そんなわけで介護予防のスペシャリストタカちゃんはですね、これからも介護予防に関することをしっかり勉強してね、タカちゃんフレーバー満載で楽しく発信していきたいと思います。それが紫色草ね。他にも親子で成長虹色動画いろんな色やっておりますが、はい、ぜひともね合わせて、応援の方よろしくお願いします。いいね、チャンネル登録も励みになりますのでよろしくお願いします。それでは皆様の素敵な未来にスマイルハッピーパウダー。